サラームドムティムです。今回は数の暴力ニュートスキャマンダーデッキを紹介していきます。それがこちらですね。共鳴はもちろんニュートで、カードはこんな感じです。特徴としては2コストや3コストのカードを多くして、ニュートの効果である召喚カードを3枚使用するたびに、この3枚のカードから1枚獲得できるという能力を活かせるようにしたデッキです。でクルーシオとオパールアイシュのこのね2枚については、正直ね現環境を召喚するだけでもうめちゃめちゃね活躍してくれるので、このね2枚は強いデッキを作るために必須なカードとして入れています。仲間カードはカサンドラ、ハグリッド、ロンです。細かいことは決闘クラブで話していきます。それでは決闘クラブに行きましょう。はい、ということで第1戦目やっていきましょう。対戦よろしくお願いいたします。ということで先ほどもね言ったんですけれども、ニュートの効果として召喚カードを3枚使用するたびに、このね3枚のカードから1枚獲得できるというね、まあそういった効果をね、まあニュートは持ってるんですけれども、じゃあなぜねこのデッキには3枚の呪文カードが入っているのかというと、ネビラスとエクスパロサに関してはもう完全にね呪文デッキ対策ですね。というのも今週の禁止カードが、まあ、リッチバックの卵とロコモーターということで、まあ、召喚カードをねメインに禁止されたんですよね。で何もね禁止されなかった呪文デッキがね、まあ、めちゃめちゃね猛威を振るっていて、かなりね、まあ、採用率が多かったので、まあその対策としてネビラスとエクスパルスを入れています。で水牢がね、本当に水牢とサンダーストーム、今使っている人サンダーストーム入れてますね。でサンダーストームとかがねこの水牢ですね、ちょうどいい、なんかいいタイミングで全部来てくれるな全部いいタイミング来てくれるけど、まあこういうのは水牢とかに関してはエクスパルスで、まあ攻撃ね中断できるのでエクスパルスを入れて、サンダーストームにはネビュラスで隠れるって言ったね、まあ、そういった感じで対策しています。でそう思うとね、まあ召喚ユニット全然出せへんし、まあニュートの効果全然出せへんやみたいなね、まあ、そう思う方もいるかもしれませんが、まあ、そこまでね召喚ユニットゴリゴリ出してサブのねこのニュートの効果の 1コストでね、まあ、1カード出せるっていうのがまあ強いんですけれども、それをねいっぱい出しても、まあ、そこまでね個人的にはあんまり変わらないのかなと思います。というのもやっぱりね、まあ、まとめてね呪文カードとかインセンディオとかもこういった水牢とかで、ね、まとめられちゃうんで、まあ、いっぱい出すというよりもしっかり対処しながら、まあ、相手の嫌なタイミングで多く出したりといった、まあ、なんか状況に合わせてって感じなの でしかも3枚からこのランダムで選ばれるので自分の欲しいカードが来るかわからないんですよね。っていうのも踏まえて、まあ、そこまでね、まあ、召喚カードメインじゃなくてもね、個人的にはいいなと思って、まあ、今回はね、呪文デッキも対策できる、デッキにしています。で、まあ、クルーションに関しては、まあ、仲間カードのロン。これがもう、本当に、1デッキに1枚、もう、絶対に入ってると言っても過言ではないぐらい、必須カードみたいな感じで入ってるんで、まあ、このね、仲間カードロンに対して、まあ、相手のね、ペースとかに、乗らせないように、このね、何やったっけ、クルーシオをね入れています。で、まあ、仲間カードのロンだけじゃなくて、まあ、召喚カードの HP 高いユニット、まあ、厄介なね敵に対しても打ってもね本当にめちゃめちゃ強いんで、まあ、正直本当にねクルーシオ現環境バカ強いっすね入れときゃもうそのデッキ強くなるみたいな感じなんですけれども、まあやっていきます。でこれ相手リッチバック出してきたんですけれども、リッチバックじゃないね、ハグリッドですね。ハグリッドとリッチバックの差が全然ねめちゃめちゃ言い間違う。これねインセンディオ使ってきたんでピクシー刺さりますよね。ピクシー刺さって、で次の召喚カードで、エルンペルトを出していって、おいいですね、これ中断させてくれました。水路を中断させて勝利ということで、危なかったのは結構危なかった、喋ってて結構危なかったが、こんな感じでね第1戦目勝利することができました。はい、ということでね第2戦目やっていきましょう。対戦よろしくお願いいたします。ということでやっぱりねこのニュートデッキはかなりね運要素が個人的にはあると思っていて、まあ、さっきの試合の終盤とかもめちゃめちゃね分かりやすい例で、相手のね水牢に対してちゃんとね、まあ、運よくエルンペルトが出てきてくれて、まあ、攻撃中断して勝てたみたいなね、まあ、そんなね展開だったので、まあ、マジでね運要素が絡んでいるね共鳴ですね。でまあ基本的には、まあ、サンダーバードがねめちゃめちゃ強いとね守っていて、まあ、このサンダーバードがいかにね出現してきてくれるか、まあ、それがねもう本当に勝利の鍵って感じですね。いやマジでね本当変わってくるんだよね試合展開が。なんでこのサンダーバードを狙いつつね出てきてくれました。マジで助かります。本当にねこのサンダーバード1コストでね出せるマジで強いんですよね。でこれをねサンダーバード出したら、まあ、相手のね
あのインセンディオとかメテオロジンクスとかをちゃんと使ってあげないと倒せないみたいな感じなんで、いやマジでね1コストで出せるのは強すぎますね。でこんなね、めちゃめちゃ褒めていたらもう1枚出てきてくれると、いやマジで褒めながら行った方がいい。これはサンダーバード褒めながら行こう。でこのモンスターブック相手デスイーターのデッキなんで、まあ、カサンドラしっかり後ろ出しつつ、まあカサンドラと、プレイヤー私で、ちゃんと倒していきたい。でピクシーで相手に圧かけつつ、サンダーバードバカ出んねんけどこいつ。いやマジでありがたい、ありがたいけどお前ちょっと出すぎやね。エルンペルトちょっと欲しかったけど、まあまあまあ許していきましょう。あでもここ嬉しいね、ここサンダーストーム使ってくれたんで、このね、サンダーバードやられちゃうんですけれども、もう1枚持ってるんで、まあちゃんとね、こっちはねサンダーバードも一生出していきますよということで出していきます。オーパーライシュとしっかり組み合わせながら、ここ危ないね、ここメテオロジンクスでやられそうだったんで、いやここバイクで受けていく。俺のサンダーバードをね、このやられるわけにはいかない。で、と思ったらもう一枚サンダーバード出てきてくれたね。これやばいね。めっちゃ出てきてくれんねんけど。そんなことあるっていうぐらい。で、まぁ、ここ浮遊爆弾出して軽く上げつつ、まあ、相手のローンに対してはもう即クルーシュを打って、まあ、相手の攻めたにしない。で、この相手のローンがね、出されたら、このサンダーバードとかもね、まとめて全部やられちゃうんで、まあ、HP がね、結構低いんでね、サンダーバード。なんでちゃんとクルーショーで、まとめて処されないようにしていくか、サンダーストームで倒されていくと、まあ、ですが、まあ、相手の HP もちゃんと削っているんで、まあ、これはね一旦落ち着きましょう。でまたサンダーバードが出てきましたね。いやマジでこんな出てきてくれんのっていうぐらい本当に出てきてくれる、マジで助かります。でここにはまあロンですね、ロン出して、まあ、相手アイビー出してきてもオパーライシュかロンどっちか刺さるんで、ここで、エルンペルト出てきてくれて、だいぶ熱い。ここでエルンペルトマジで熱い。まあ、サンダーバードでもよかったが、いやマジで。んで、相手デスイーターの堕落値が全然ないんで、こんな感じで勝っていくと、いやマジ、いい感じでサンダーバードが大量出現してくれましたね。こんな感じで3戦目もやっていきましょう。はい、ということでね、ラスト3試合目やっていきましょう。相手11連勝していますね。いやマジでも12連勝目はもうさせないぞ。もう連勝記録ここでストップさせてやるぞっていうね、まあ、そんな気持ちでやっていきます。対戦よろしくお願いいたしますということで、いやマジで今回もちょっとサンダーバード頼むよということで、いやそんなね、おまじないをかけつつやっていきます。いやマジで初手浮遊爆弾すぐ出してきて、マンティコアも出してきたと、まあ、これはおそらくニュートデッキですね。本当に。マンティコア、やっと本当にニュートデッキ多いんで。で、モンスターブック来たんで、これはほぼあれですね。そうですね。ニュートデッキでしたね。まあ、ここはオパーライシュで全回収できるんで、ここからカウンターにつなげていきたいね。で、ちゃんと、カサンドラ後ろ出ししてあげて、で、あえてこれニュートのあれですね。設置型メインのデッキですね。まあ、設置型ね、多いんで、まあ、かなり厄介なんですけれども、まあ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 、こっちもかなり強いよということで、本当に、まあ、共鳴同じなんで、めちゃめちゃね、見どころある試合なんじゃないのかなと思います。だからこのアイビーマジうざいね。でも、オパーライシュにアイビー切ってくれたんだいぶでかいよ。ということは、オパーライシュだいぶきついんでね、相手。だいたい見た感じね、設置型メインなんで、オパーライシュはないと。なんで、本当にこのパーレージバカ刺さりますね。で、ちゃんとサンダーバードがめちゃめちゃ出てきてくれると、いやこれありがたい。で、ピクシーも一瞬で倒してあげの、まあ、カサンドラちょっと攻撃されるのは、まあ、ちょっと効いてない。マジでやめてほしいところではある。で、このピクシーで、まあ、相手のサンダーバード倒しに行きたい。本当にサンダーバード貯められると、まあ、ろくなことないんでね。ちゃんと倒していくと。まあ、この手も良かったね。で、ここロン出してきてくれたの、ガチで、あざすって感じ。ここの、リッチバックじゃなくて、ハグリッドで、引きながらね、ノックバックでカサンドラと一緒に倒しつつ、で、モンスターブックで圧かけていきます。この冬爆弾もね、だいぶうざいんで、まあ、冬爆弾しつつ、こっちはね、オパーライシュで、このサンダーバードはありがたいね。一応エクスパルス打っといて、確実に倒しながら、俺のサンダーバード、俺のサンダーバード、うわ、もうクソ、やられた。マジかよ。俺のサンダーバード間に合わず、まあ、しかもモンスターブックそこに投げられて、だいぶ痛いんですけど、冬爆弾やられていくね。まあ、これはもう見捨てるしかないよね。んで、まあ、このエルンペルトは、ま、ちょっとね、ダメージ食らうが、まあ移動カード結構使っているが、まあ頑張っていく。これはもう頑張るしかない。ほんまに。オパーライシュで、ここ全回収しながら、あれですね、ロンで回収していきます。で、相手アイビーもロンも切ってるんで、でクルーションもないんで、これだいぶ止めんのきついぞ。本当に。で、ここサンダーバーで出てきてくれるのだいぶやばい。本当に運が俺を味方している。
まあ、ここはエルンパルトで前に引き連れていきたいが引き連れていけない。なんでモンスターブックであの壺をねやってあげながら、でしっかりと後ろ下がりながらのサンダーバード巻き込まれないようにねしながら、まあオパールアイシュこれ2体目追加したいね。うん、でここ2体目しっかり即追加しながらサンダーバード出しても範囲攻撃のオパールアイシュも暴れすぎてマジでえぐいことになってるということで、このエクスパルソで最後倒していくともう相手涙目。対戦ありがとうございました。はい、ということで今回は数の暴力ニュートデッキを使っていきました。本当にね試合中も言ったんですけれども、運がね絡んでくる共鳴なので安定して立ち回るのはかなりね難しいんですけど、現環境最強のオパールアイシュとクルーシオとね組み合わせれば運要素をねカバーしながら数の力で倒せる強いデッキですので、ぜひね使ってみてください。これからもねハリポタ覚醒についての動画を上げていきますので、ぜひねチャンネル登録して最新情報などを見逃さないようにしてもらえると嬉しいです。またグッドボタン、コメントの方もお待ちしております。ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画で会いましょう。